サチの息子は19歳の時にハナレーベイで大きなサメに襲われて死んだ。一人で沖に出てサーフィンをしている時にサメに右足を食いちぎられ、そのショックで溺れ死んだのだ。彼女は現在という常に移行する時間性の中に座り込んで、波とサーファーたちによって単調に繰り返される風景をただ機械的に目で追っていた。今の私に一番必要なのは時間なのだ。彼女はある時点でふとそう思った。ここで片足の日本人のサーファーって見ました？片足の日本人のサーファー。サチは目を細め、ずんぐりの顔を正面から見た。サチはそれから毎日、朝早くから暗くなるまで長いビーチを何度も往復して歩いた。しかし片足のサーファーの姿はどこにもなかった。